フルート吹きの最初の難関チューニング、合奏をするときに全く同じ音を吹いていても人によってピッチがずれていると音にうなりが生じます。特に吹奏楽ではバンドの一体感を出すために合奏の最初に1対1でチューニングをすることが多いです。時間だけではなくて、普段からよく耳を使って自分の中で正しい音程感を身につけておくことが大切です。